おはめりー。テンションの高い時と低い時の差に定評のある遊ばねメリエです。それでは早速モンハンライズ3ブレイクやっていきましょう。ね、第2回にしてもう裏でやりすぎて、あ、これ見れないんだっけ、この状況で。裏でやりすぎて、前回マスターランクどんぐらいだったかな、まだ2とか3とかだったと思うんだけど、43 にね、もうなりましたと。もうやりすぎだよって感じなんだけど、裏で全然もう動画第2回目を撮る前にもうねやっちゃったよって感じなんだけど、まあまだまだねやりたいことたくさんあるので、どんどんねやっていきたいと思います。怖い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 めちゃくちゃ速いんだよな今回ダイブサミが。なんか横歩きしただけじゃなくて前にもめっちゃ歩いてくる。どうすん、まあ久しぶり、ほんと好きだわ大名津波。爆流行ドン、こっちからすればよかった。自列山、待って、もう一匹来た。なんか2匹だよ。戦うんだ大名津波同士でよっしゃ、どうしよっかな。うわいわいわい面白すぎる。やっぱ動きがね面白いよねカニモンスター。これかっこよくないマジで。あ、もう弱ってんじゃん、懐かしいねこのなんか弱ってる歩きモーション。オーケー、あと一発だったんだ。あ、やっぱこっちでかいんだね、最大サイズ大きめなんだ。さあまだやっていきましょう。これなんか餌あげ続けてたらなんかあんのかなこの子って。とうで、今回はちょっとやりたいのが、いろんなキャラクターと一緒にね今回狩りに行けるということなので、ちょっとね双剣使い、まあ、双剣で結構使ってる側としてはどうしても行きたいクエストというのがありまして、それが盟友同行クエストのどれかな。これ宇津市教官と行けるこのクエストに行きたいと思います今回前回大名さだみ行って、まあ普通はね3ブレイクで復活とか新しく出てきたモンスターとかを先にねやっていくべきだとは思うんですけどちょっとどうしても行きたいので、今回は宇津市教官とデートに、デート過去仮カッコカリカリに行きたいと思います。それでは受けましょう。やつ盟友クエストねやったことないからちょっと楽しみなんだよね。さあそれではまずはウサ団子を食べていく。双剣、今回ね普通の双剣装備なので、まあこれかな。普通に第2回にしてもちょっとお団子を飛ばして、まあ、何もついてないよスタミナスタミナじゃないスキル全てねお団子剣をケチった結果全てを外していく、全てのお団子スキルを外していく。でもちょっとねもう第2回にしてもう防具とか武器とかがめちゃくちゃ変わってて、今でこれちょっとね重ね着とか着てるんだけど、武器とか防具とかちょっとね変わっちゃって、もうとりあえずのね装備にはなってるんですけど、まあ、早速やっていきましょうか。ちょっとマジどうなるんだろう、うつし教官、マジ、うつし教官がいるってことでしょ。楽しみ。来た。いる。おお待って、うつし教官のセリフキャンセルされたけど。ストーリーに登場する人物が盟友とに、盟友になると、共にクエストに挑むことができます。それぞれ得意な武器、立ち回りなどが異なっているので、個性を理解してクリアを目指しましょう。そういうのあるんだ。これらの情報は盟友情報で確認できる。盟友情報とかあるの？なるほど。面白いね。うつし教官ね、やっぱいいよね。ちょっと見てみようか。ハンターノート、盟友、あった。盟友情報。うつし。双剣に丸ついてる。
狩猟のすべてを教えた恩師であり、何事にも全身、待ってなんか喋ってるけど何事にも全身全霊の熱血教官です。成長を優しく見守っています。ステータスめっちゃ見れるんだ。どういうスキル使ってるとか見れるんだね。螺旋山、螺旋山、螺旋山あるね。攻撃5、なんでガード性能ついてんの待って待って、なんでガード性能ついてんの。なるほど、行きましょう。なんか肉焼いてる、待って肉焼いてる。失敗してない？ちょっと失敗しなかった今。よし、じゃあ行くか。何倒すんだっけ。神王が、あ、待って、音も外したまんまだわ。よし、え、おお、うつし教官降ってきた。あ、音も2人とも連れていけるんだね。おお、やっと一緒に狩りに来れたね。うわ、一緒に並走してる、やば。ちょっと感動。ナルガクルが連れて行ってもよかったけど、まあ、ちょっと普通に狩ろうかな。完璧だぞ、マナ弟子。めっちゃ褒めてくれる、やば、めちゃくちゃいい師匠や。あ、連れて行くか。あ、間違った。あー、バババババババ延々く使って、ダブね、延々く使って、よし、これで神陽丸でこれ連れて行って、神陽丸さん勝負じゃ。ちょっと待って、いた、あ、ナルガクルがどこ行った。あ、いた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 。どっちが勝つかな、ちょっと見てみるか。お、ナルガが勝ちそう、ナルガが勝ちそう。 OK、 昇竜の時間です。うつし教官ほんといいな。これってさ、やっぱちょっと攻撃して怒り状態にしてからぶつけた方がいいの。あんまり詳しく知らないんだけど、ちょっとやってみるか、この方法も試してみるか。まあいいか、とりあえずぶつけて、それよくわかんないからぶつけて、あれ、あ、こっちか。うつし教官めっちゃいいな、やば。よし、行くぜナルガ、ベチン。グルン。でも怒りそうだったらやっぱ別になんないから、普通にぶつけてもいいのかな。よし、あともう一回ぐらいちょっと強攻撃してから、大技、あ、行くてなるが、ベチン、ナイス、いい総理で立ったね。ほらー、あ、溜めてる。あ、早いよね、やっぱマスターランクの神陽丸のこの、やべ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、あー、やばい、怖い。いや、マスターランクの神陽丸全然まだ狩りに行ってないわ、そういえば。てか結構なんか割とそのストーリーっていうか進むのが早いから、意外とまだ、あ、いった、モンスター全然狩りに行ってないかも。おわおわっと、神陽丸がちょっと苦手かもしれないな。あぶね、ナイス、うらー、あれ失敗した、痛い。え、ちょっと気絶、あ、気絶向こうついてたっけ。さて、回復、うわぁ、うつし教官、うぼえ、やばい、
回復。回復ですよかな。なんかどっか行った？怖い。うう。だ。やばい。怖い。あ、やばい。うわ。うわ。螺旋山。あ、外したー。なんか喋ってる。やーぶ、怖い。怖いです。回復。あ、なんか待って。ワン。ナイス。うつし強化ナイス。いて。やば。やばい。陣容が全然。きつい。怖いよー。ほい、今ザラテンザーン。オッケー。うつし教官と一緒に行った。一緒にラテンザン打ちたいわ。はい、あれ待て、ショートカットがねー、たまにね違うのが出ちゃう。あ、間違ったー。今ザうぅぅ、やばい、やばい、危ない。今ザ、あ、くそ、おな、あ、いや、な、よくわからん。早めに直すんだよって言われた。ラセンザーン、おナイス。マジか、ちょっと操作が。今ザーン、よし、今じゃあ、オーケー。やばい、うー、やばい、あぶね、早く、こわ、うつし教官がやばい。よし、来た、決まった。今じゃあ、あれ、すかした。ふぅ、楽しいで、マジで。うつし教官との狩り楽しいで。いや、うつし教官と一緒にマナ弟子、マナ弟子じゃないわ。めっちゃ落とし物落ちてる。うつし教官と一緒にラセンザムしたいな、同時に。いや、このガライーバのね、なんかヒゲが必要だったんだよ。ちょっと狩ろう。これもハンターの、たしなみじゃーん。よし。うつし教官ほんとかっこいいよなぁ。いた、うら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 、うわ、かっこいい、かっこいい。うつし教官大切に使うからね。ヒゲヒゲ、こい、ヒゲヒゲ、全然出ない。ヒゲがね使うんだよ、確か。なんか納品クエストかなんかにあるんだよね。共に行こう、敵はがいいね、武器も喜んでるよ。うつし教官ほんといいな。陣容が勝負だ。ちょっと待って、間違った。一回これして、やばい、うん、これ、今じゃん。怖い、やばい、痛い、やっぱ、あぶな、あぶな、回復。あ、うつし教官が弾かれていった。今じゃ、ラセンザーン、よっしゃい、気持ちいい。ラセンザーン、ジャンプ打ちすぎ。ちょ、テンション上がりすぎて打ちすぎ。ラテンザンを今じゃん、ラテンザーン、オーケー、いいね、ひるませられるね、マジで。うおー、これはちょっと止められないかも。回復しよう。怖い、こっからだ、間違った、怖い。
今じゃ。やばいやばいやばい。一旦一旦避けるターン。一旦避け。ほお。マジか。まさかあんな急に大技打ってくると思わなかった。やべえ。よし。やべえや、負けちゃ、やられちゃったよ。いや、ちょっと人狼かね、やっぱね、全然なんか、死ねるわ。さあ、到着だ。一休み。うわ、いるで、またナルガさんが。あ、フロギー死んでる、これ。剥ぎ取ろう。よし。よし、追いかけよう。いやージオンガさんもっと戦わないとな。おら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 。よし、いった。先行玉とか投げてくれるんだ。おお、すごい。環境生物使ってる。このやられになってる。あ、怖い怖い怖い。かっこいいな、ジュニオさん。行くぜ。おら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 。おお、何落としたの。ナイス。あ、結構長いんだろ。血中斬首してればよかった。あ、いった。怖いんだけど。あぶねえ。行くで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 。うごわ。あぶねえ。あ、怖い。やばい。また大丈夫。ほらー、オッケー。またお、雷のようになってる。次はほらほら、あれ、いいね。ちょっと待って。あ、ナイスナイス。ほらー、ナイス。よし、いいよ。ほらー、よし。あ、やっぱこれ死ぬ。まあこれ普通に死ねる死ねる。いや、あ、ちょっと待ってちょっと待って、ひどいひどいひどい。あ、完全に完全にあれ、お、めっちゃ褒め、めっちゃ大丈夫大丈夫って言ってくれる。うつし教官天使すぎる。完全にテンション上がりすぎてプレイが雑になってる、いつも以上に。あー、やばい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 。落ち着け、冷静になれ。完全にプレイが雑になってるまずいっすね、これは。めっちゃ褒めてくれる全皇帝写し教官なんだけど、完全に。あれ、ここ何がおるんだっけ。あ、なんかあれがあったのか、手記みたいなのがあったのか。全皇帝写し教官なんだけど、ちょっと今更だけど飲んどくか、薬。完全に今更だけど、テンション上がりすぎてこの薬の存在も忘れてたもんね今。よし、やばいな、ほんと。なんかもう、うつし教官とめっちゃ遠くいないか。うん、移動してたわ、いつの間にか。あ、落とし物。これは欲しい。もう、うつし教官となんか狩りに行く。おお、またナルガさんだ。うつし教官と狩りに行くっていうので、もうテンション上がりすぎて、ちょっと、やばいな。いつも以上に雑だもんな立ち回りもいやー、テンション上がるよねやっぱね。やべ、
シュ。ウテス教官と彼に行けるんだもんな。え、下いんの？え、珍しいね。なんか大体上にいるイメージなんだけど。よし、勝負じゃ。よし、やばい、待ってー、うわー、うわー、間に合わなかったー。お、いいね。あ、弱ってるよ。どっちが先に、やばい、どっちが先にやられるかの勝負完全に尻尾も切りたいけど、ちょっと尻尾全然今回攻撃しないわ。やば、うぶねー、怖い。まあ、ちょっとだけ尻尾も狙うか。今更感あるけど、あー怖いなー。ちょっと何してるんだろう。行くで。あー失敗。あ、逃げた。うつし教官、あと一息です。え、マジギリギリなんだけどどっちがやられるか、やられる、え、やられる、やるかやられるかのギリギリの戦いになってる。あー、ちょっと待って、実家落ち着こう。うつし教官の敵はがいいね。うつし教官のガルク黄色なんだね。あ、取っとくか。うん、やばいな、ちょっと緊張感半端ないわ。頑張れ私。うー、怖いよ。だ、ね、マナ弟子との狩猟は楽しい。あ、喋ってくれた。またうつし教官との狩猟楽しいわ。お、寝てる。よし、これは、うわ待って、ゴリラおる。まさかこんな形で動画の中で初登場するとは。え、おい、ゴリラそこ登っていくんだ。ガランゴルム、すげえ。よし、え、ジンヨーガのいびきこんな聞こえるのか。捕獲してもいいんだけどね。よし、倒しに行こう今回は。オッケー、うつし教官、いや、やばい、まずいよこれは。回復持ってる。やばい、よし、やばい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 、オッケー、こっから反撃、じゃーん。うわ、石ニラセンサーした。今地味にしてた。こっちも、あ、失敗。うつし教官が教えてくれた技で倒すでー。オッケー、うつし教官との狩り最高。素晴らしい狩猟だったよ。この調子で成長していこう。この調子で成長していこう。うつし教官最高、谷山紀章さん最高。いや、うつし教官ほんと好きだわ。やば、かっこいいめちゃくちゃかっこいい。あ、なんか一緒に並んではくれない釣れないな釣れないな、ウテス教官ちょっとずれちゃうな。ウテス教官ちょっと、ウテス教官釣れないな、ウテス教官嫌ですか。おお、素晴らしい、さすがは高き炎だ。え、すげえ、こんなんあるんだ。最後はちゃんと出てくれるんだね。え、やば、あ、携帯が落ちた。天輪はなし。天輪欲しいな。お、これね、これ王国騎士団の証に、あ、これ1と2、これがもらえるんだ。そう、
なんで今回ウテス教官とのこのデートをカリカリに行きたかったのかというと、このキャラクターたちのね装備がね作れたりするみたいで、武器とか防具かな。これちょっと右ちょっとねあんまり見づらさないじゃん、ちょっとねネタバレになるかもしれないからあんまり見てほしくないんだけど、ウィッシュリストね。その武器ごとのねなんか装備がね結構強いみたいで、それをねちょっとやりたくて、せっかくだからね動画内で一緒に行きたいなと思ったので、今回ねうつし教官のやつやってみました。なんかここにちょっとね流し見してもらってネタバレになる可能性あるからね。これかな、ディグニ。あ、これなんかあれじゃない、なんかフィオレーネさんかなんかの装備かな、違うか、ちょっと似てるけど王国の装備なんだ。集中、強化持続、回避距離、高速変形、回避性能、回避距離。結構長い、いいよねスキルがね。あ、これあれだ、フィオレーネさんじゃなくてロンディーネさんか、こんなん来てなかった。回避結構なんか高速変形とかつくんだ。集中、回避性能、技物、高速変形、いいね、なんかスラークとか良さそう。こういうのが作れるんだね。なんかあれだっけ、何回か行ったりしないといけないんだっけ、なんかそういうのも聞いたような気がする話を。なるほど。お、ちょっと行ってみましょう。うつし教官かな話。あ、いいだ。素晴らしかった。素晴らしい狩猟だったよ、マナ弟子。君との修行時代を思い出して、ちょっと目頭が熱くなっちゃったよ。新たな場所での狩猟は、君にとって良い成長の場になっているようだね。エルガドの地でも活躍しているようで、俺も教官として鼻が高いよ。いつだって君を応援しているからね。来た、王国騎士総研ウィル。うつし教官のやつではないのか。そっかそっか。普通の王国騎士系の武器とか防具が作れるんだね。いや、我がマナでしょう。ちょうど先ほど、大使アートでルナガロンが暴れているという報告が入ったんだ。おお、ルナガロン来た。君も一緒に行こうよ。お、うつし教官やっぱ狩りに行くんだね。すごいね。ああ、確かに確かに。キッター、これちょっと行きたいな。それじゃ、でも30分経ってるんだよな。てか、久しぶりにここの集会所帰ってきたわ。行っちゃうか。せっかくだから。ハモンさん、久しぶりです。調子はどうだ？うわ、調子はどうだ？って。かっこいい。あ、これだ。かっこよくない？王国騎士総研ウィル。まず強化できないけど、あーなんか面白いね。青ゲージがめっちゃ長くて、で白ゲージがあって、回心率と防御力ボーナスもついてて、スロットと100流装飾品もちょっと2レベル2がついてる。これ強化したら結構強そうな気がするな。気になるなこれ。急ぐ必要はない、時間はいくらでもある。わ、めっちゃハモンさん、なんかかっこいいわ。久しぶりになんか声聞いた。